はいどうもボルケーのミヤビルです。前回のリースに続き今度はアンジェラの元特集をお送りしていきたいと思います。海外ではリースよりアンジェラの方が人気があるっぽくて、ダウンロード数ではリースより多いアンジェラ、そんな彼女をさらに満喫するためのモッドをご紹介していきましょう。今回ですね、男性お待ちかねのあのモッドもあるので、ぜひとも見ていっていただけたらありがたいと思います。はい、最初にご紹介するモッドはいつものあれ、装飾がなくなるモッドでございます。腰回りの装飾と帽子がなくなるんですが、最初は初期クラスしかありませんでしたが、今は全クラスに対応されております。ほんとこういうモッドを作ってくれる作成者さんって素晴らしいですよね。はい、続いてはアンジェラの服をアルテナ王国の一般兵の服装にできるモッドでございます。 NPC で配置されている時からこの服装結構際どいなーって思ってましたが、アンジェラが着ることでその際どさが目立ってきますね。地味ですがいいモッドだと思いますよ僕は。皆様お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。アンジェラの胸が大きくなるモッドでございます。自分のモッド紹介で胸が大きくなるモッド紹介したことはあるのですが、こちらのモッドはそのモッドよりもさらにクオリティが上がっており、胸が違和感なく大きくなります。全クラスには対応してないのですが、クラス2のミスティックが対応されているので、いずれ全クラスにも対応されるかも。まあそうなったら嬉しいなという夢を抱いておきましょう。続きましてのモッドはこちら、アンジェラを悪魔チックな肌色にできるモッドです。サキュバスと言いますか、そういう系が好きな人にはたまらないモッドではないでしょうか。このモッドなんですが、初期クラスだけ裸になっているのでお見せすることはできませんので、気になる方は直接見に行ってみてください。続きましてはこちら、リースのモッドにもありました生足になってくれる足フェチにはたまらないモッド。このモッドを導入すれば夏といえばそう、生足魅惑のマーメイドになれてしまう夏にぴったりな衣装に着替えることができます。今年の夏も暑すぎてヤバそうなので、暑さ対策これでしていきましょう。足りないって。そして最後にご紹介するのが私の大好きな猫耳モッドでございます。猫耳にレオタードとかいうこの組み合わせ、実にけしからんモッドですよこれ。おじさん大歓喜ですよ。元作成者さんありがとう。涙が止まらねえよ。
アンジェラモッド特集いかがでしたでしょうか。ゲーム中での使いやすさもあり、見た目もかなりいいアンジェラでしたので、リメイク効果で薄い本が厚くなることをちょっと期待しています。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録でもしてみて、一緒にボルケーノしてみませんか。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。